じゃあ少し今度は、卒業後の話を少し聞いていきたいと思うんですけども、まあ、ちょっとこう、どんなお仕事をやっているかっていうところを、まあ、差し支えない範囲で、ちょっと見ていきたいかなと思います。卒業後の、生活用品の会社に入ってたんですけども、プラスチックの、金型を使った成型品を作る会社に行きまして、で、ここに入ってまず感じたことは、今まで、大学の頃の授業の場合は、コストっていう考えがなかったんですけど、実際に量産するにあたって、社会に出るとコストだったり、あと、より、大学の授業よりは明確に、どんな、お客さんが使うんだろうとか、あと、もっと、幅広い、より多くのお客さんが使うようにデザインしなければいけないっていうところを、念頭に置いて今まではデザインしてきました。こちらは、カー用品のシリーズなんですけども、これ作った時にまず、僕がすごい意識したのが、もちろんその使いやすさもそうなんですけど、あとお店でいかにお客さんの目を引いて買ってもらえるようにするか、これが何のアイテムか分かってもらえるようにするかってことで、よりちょっとカー用品っぽいようなテクスチャをつけて、作りました。カーボンのような絞って、金型にテクスチャをつけて、作るっていうような、お客さんが一目で見て、まあ、これは家用品だなって分かるような設計にしたりだとか、働いて一番、自分が作って一番成功したなって思ってるのが、こちらベビースプーンなんですけども、こちらが、まあ、売りにこれかなり安いんですけど、機能的には結構高い値段で売ってるものより負けないような機能を詰め込んだなっていうところで、一番苦労したのが、やっぱそのコスト内に抑えなくちゃいけないんですけども、機能、品質的には高いものを作らなくちゃいけないっていうところで、結構これは、自分も赤ちゃん、子供いないんですけど、実際にいろんなお母さんに使ってもらったりして聞きながら、かなり検証して使いやすいものを作ったことで、すごい世の中、市場の方で、絶対この作った人は、育児経験者に違いないみたいな結構意見を出してもらえるほど頑張ったものになります。やっぱ社会に出た時に一番思ったのが、さっきの授業であった観察感覚価格点みたいな、お客さん使ってくれる人のことをよく観察して、でどういうものがいいんだろうっていうのを徹底的に詰めることで商品を開発できたなと思います。これは、シャチハタの、ニューデザインコンペティション、そのシャチハタが、やってます、そのコンペに応募したときに、まあ、賞をいただいたものなんですけど、まあこれは、まあ社会人になってからコンペに、応募したもので、空間の、その指の軌道をそのまま認証のサインにするっていう、まあ、アイデアを、提案したら、まあ、賞をいただいたというものになっていて、全体がこういうくの字に曲がっていて、その自然にこう人差し指出した時のここの角度を、まあ、基準に、ここの角度を基準に、デザインして、こう全部滑らかに一体感があるような、デザインになっています。まあ、あと株式会社ヨウヘイクアンドデザインスタジオで、やってる仕事なんですけど、まあ、こういう、家具のデザインであったり、こういう、パッケージのデザインなどをやっていて、これは、入社して1、2年ぐらいの時にやったもので、これの、そのコンセプトが、その自然っていうコンセプトなんですけど、その自然界にある形っていうのは、その非対称、線対称っていうか、対称じゃないし、いびつな形してるっていうので、もう、その自然の形をそのまま、ボトルの形にしたりしたもので、これを実際にその森とか行って木の棒を拾ってきて、それをこう切って、こういういびつさがあるみたいなことをこう 3D に起こしたりしてやりましたね。そのこれなんかもう多摩川行って、2時間以上、そのパッケージっぽい石を探して、いい感じの石を。いい感じの石を探して、
この石なんてどうでしょうかみたいな、あの桑野に見せて、これかこれかなみたいなで、だんだんこう形になってたもので、そういう結構思い出深いものですね。でこれはあの、ヘッドマウントディスプレイの仕事なんですけど、これも入社 1,2 年の時やったもので、その顔と滑らかにつながるようなヘッドマウントディスプレイっていうことで提案したものですね。でヘッドマウントディスプレイってだいたい横とあと頭上の3本でその受けるんですけど、それってあのやっぱパンツをかぶったような印象がすごい全部あるんで、なるべくその見えないような頭2点で止めるようなものを頑張って追求したものになってます。で卒業後に実はダブルワークしていて、その卒業制作の時に、お世話になった技師装具会社に、まあうちでちょっと働いてみないかってお誘いされて、まあ、今も続いてるんですけど、まあ、そこの、研究開発で、もう出して大丈夫なんでお見せするんですけど、その樹脂製の疾走用の義足、走りの義足ですね。今あの全部カーボンで1本あたりが10万全部超えるんで、です。一番安いやつで15万とか18万なんで、それをまあ樹脂に置き換えたらもうちょっと安くなるんじゃないかって、うちの利用者さん、その義足の会社の患者さんが自分でナイロンの糸を曲げて作った方がいて、まあそれをうちで研究開発させてもらえないかってお願いしたところを、まあ快く OK いただいたんで、うちで研究開発進めたものがこれで、多分カーボンってその立体的に成形できないじゃないですか。なので、全部板っぽい印象があるんで、その樹脂で成形するとその肉厚が変えられるんで、これは山型になってるんで、その厚みの印象を持たせずに強度を上げたっていう、その新しい形の板バネになってます。なるほど。はい、ちょっとこの辺からお話します。他のデータはもう本編になるんですけども、自分がこれも社会人になってから出したコンペ で僕がコンペにそもそも出そうと思ったのが、会社にいるとどうしてもその業界のことだけで、そのあまり世の中のちょっと流行りとのギャップが生まれてしまうので、自分の感覚 と、今世の中で流行ってるデザインだったり、ちょっと、そういう世の中の風潮を取り入れるためにコンペに、参加しています。でこれはですね、同じ大学時代の、同級生と3人でコンペに出したもので、東京ミッドタウンアワードっていう、六本木のミッドタウンで開催されている、コンペに出した時のもので、この時のテーマが、東京っていうテーマを与えられて、それに対して、デザインするっていうようなものでした。で今回僕たちがこの時に提案したのは、東京都のあの、イチョウのマークですね。それを柄に発展させたら、今まではただのマーク単体だったのが柄にすることで、いろんな布に使えたり服に使えたり、旗だったり、まあ、ブランドとしてさらにマーク一つだとできなかった展開っていうものが可能になるなっていうことで、今回出したものになります。でこれは実際に、ミッドタウンで、水野学さんというデザイナーの方の、賞をいただくことができました。まあ、全部3人ともプロダクト研究生卒業生、14年卒の同じ同級生ですね。で見た顔やっぱ3人とも今回良かったなっていうのは、業種が3人とも全然違ったので、僕が生活用品で、もう2人が、和物の会社と、もう1人が家電の会社と、なので、まあ、3人ちょっと違う会社にいたので、それぞれ、いろんな視点からアイデアが出たなっていうところで今回受賞できたのかなっていう。こちらもですね、先ほどのもミッドタウンなんですけど、こちらも、ミッドタウンアワードで受賞したもので、先ほどのが2017年度に受賞したもの でこちらが2019年の、ミッドタウンアワードで受賞したものです。でこちらはですね、薬って銀色のパッケージに入ってるの見たことあると思うんですけど、こういう透明のどれもこのただの丸い
ケースに入ってるんですけど、それを患部の形にすることによって、まあ、お年寄りとか、あと薬たくさん持ち運ぶ人が飲み間違えることが少ないんじゃないかっていう、気づきから生まれたアイデアになります。ここが人の顔になってるってこと？そう、それがあと頭かな。頭の形で。それが胃の形。胃の形。胃の形。で、胃薬と頭痛薬。やっぱアイデアの着想が先ほどのあの感覚観察形点のところがちょっとつながってるなと思って、薬をたくさん持ち運んでる人がどれか分かんなくなるっていうちょっと気づきから得たアイデアです。で、今見せてるこのシートはミッドタウンに応募した時のシートになるんですけども、提案の段階ではそこまで最初、コンペって詰めたりしない で、ある程度もうその案が伝わればいいっていうところに念頭を置いて、第一次審査が通ってからちょっと形を詰めた実際のものにしようということで、最初はすごい分かりやすさ重視の資料にしてますね。で、次もですね、コンペなんですけども、こちらが国与デザインアワード2020の時の受賞作になります。で、これはテープカッターなんですけども、テープを引き出す動作に連動してオルゴールの音が流れるっていうようなものです。これは着想は、もともと生活用品の会社にいたので、需要的に世の中の人がどういうものが市場に並んだら嬉しいかなっていうのをちょっと分析して、この時のテーマがですね、ハートっていうただのその記号だったんですね。ハートっていう記号を読み解いて提出するっていうところで、テープを弾く時にオルゴールの綺麗な音が流れたらすごいハッピーな気持ちになるんじゃないかっていうところから考えたアイデアです。もともと生活用品の会社にいたので、提案するときにちょっとより商品らしさを出すために設計をかなり詰めて、どうしたら綺麗な音が出るんだろうっていうことまでちょっと設計を詰めて提出したアイデアになります。あとコンペはコンペなんですけども、コンペっていうふうに割り切らずに、どっちかっていうとその国用に製品として提案するようなことを意識して資料を作っていきました。で、これがですね、ちょっと何回も高梨先生に協力していただいて、3D プリンターでモデルを作ったんですけども、実際、最終形になるまでに何度も、モデル模型を作っていろんな音が出るか検証して、詰めたものになります。で、最後そうですね、冊子も作ってより商品出したところで、まあこう2人とも何だろう、会社でお仕事もしつつ、まあ、コンペもっていう、なんかその辺はこう、まあ、さっき柳沢君の方からはそのなんだろう、同じ仕事だけやってるとこう広がりがなくなるっていうことが話されたけども、まあ、なんかこうコンペをやるこうなんだろう原動力みたいなところってどういうところがあるのかしらね。いやでもだいぶコンペやるときってその前後の仕事を考えて、僕の場合は応募するんですけど、やっぱその会社でやるクリエイティブとは別に自分のアウトプットの場があった方がまあいいんじゃないかと思って、まあ、やることが多いです。やっぱ会社だけの仕事をやるとどうしてもなんか小さくまとまっちゃう気がするんで、自分でもなんかいろいろ考えたり見たり、インプットアウトプットする現場があった方がまあいいかなと思って応募することが多いです。僕の場合はさっきちょっと言った通り、コンペって大体テーマが設定されるんですけど、そのテーマっていうのが今の大体世の中の流れを象徴しているものになっていることが多いので、まずコンペに出すこと自体がその今の世の中の流れを考えるきっかけになるのでコンペに応募することが多いのと、あとやっぱりその自分とは違う分野の審査員の方に自分の作品を見ていただいて意見をもらえる機会というのはすごい貴重なことだと思うので、今回そのコンペできれば時間があれば出すようにはしてますね。コンペはまあね、お仕事とこうコンペとってなかなかね大変だと思うけども、でもこう精力的に活動してていいなというふうに思いますね。大学でやってきたことがこううまく社会人になってこうつながってきてる部分と、まあこう社会人になってこう初めて気づく部分ってあると思うんですけど、はい、その辺はどうですかね。大学だと
ずっと多分手を動かしてものを考えたりとかしていたんで、まあ、そういう部分は今もつながっていて、その実際にモデル模型とか作っていくんで、まあそこは地続きでつながってるなっていう感じはしますね。社会出て実際のデザインの現場に身を置いた時に、やっぱいろいろそれこそ制約とかいろんな制限があるんで、そこは学生の時には分かんなかったところだなと思いますね、うん、授業でプレゼンテーション必ずするんで、それが大きかったかなっていうので、今までその高校大学入るまでは人前で自分の何かを発表するってそういう機会なかなかなかったんですけど、授業で今までプレゼンの授業で経験積んだことで、まあ、就活の時もそれほど、まあ、そんな緊張せずに人前で発表できたり、あとまあコンペとかでもプレゼンする機会が多かったので、そこはかなり今経験積んだことで自信にもつながっているかなと思ってます。工芸大をこう決めたきっかけとかって何かあるんですかね。オープンキャンパス行って、その校舎とか雰囲気とかどういう人がいるのかっていうのがまあ見れたんで、まあ、ここいいなってまず第一に思ったのと、あと僕らの時代はあれですね、栄養入試、うん、今ちょっと名前変わってるかもしれないですけど、うん、があって、その実際のデザインの授業がそのまま試験になってるっていうやつなんですけど、まあ、それも勉強っていうその科目を抜いた単純にその何ですかね、デザインだけの評価だったんで、まあ、これはいいなと思ってここに決めましたね。僕は大学入る前に体験、大学の説明会みたいなので、サンドブラストでコップ作るみたいなのがあったんですよ。ははははは。実際に体験できたのが大きかったかなっていう。今までやっぱその高校の時は物とか作ってこなかったので、うん、こういうふうにものがまあ簡単に出来上がるんだっていう、まあ、そのプロセスを学べたっていうのは大きいところと、あと結果論になっちゃうんですけど、結構他の大学ってその学科学部でも人数がかなり多いじゃないですか。ちょっとこの時代はコンパクトなので、すごい人同士がその親密にいろいろ相談とかもできて連携も取れるっていうところが、まあ、結果として入って、そこは良かったかなって思ってます。うん、大学に入ってまあこう同じ、ね、デザインを学ぶっていうことで、うん、こう高校までとはこう何だろう違う部分ってあったと思うんだけども、やっぱり そこっていうのはこう大きいですかね。その 大学、まあね、君たちもそうだと思うけども、割とこうね、大学の時のこう同級生って一生付き合いが続くみたいな話もよく聞いたりするんですけども、うん、なんかこうそういった大学ならではのつながりってこう、うん、あるかなっていう。はい、そうですね。大学その生徒にかかわらず、高梨先生とはまあ全然卒業後も連絡取ったりして3D プリンター使わせてくださいとか、あとこういうのこういうのできますかみたいな相談もちょくちょく入れたりして、まあ卒業後もそのつながりはあるし、同期の友人とかもまあ未だに連絡取り合いつつ、やっぱデザイン系の職種ついてるのが多いんで、情報交換じゃないですけど、今どういう仕事やってるとかはうちうちではまあ聞いたりはしますね。そういった意味ではこう同業種だけど違う分野の情報交換なんかにも役立ってるってこと。そうですね。柳沢くんなんかはプラスチック成形が強いんで、まあ、そういう話を聞いたりとか、まあ、他にもいろいろ布系やってるやつとか、まあ、他にもいろいろいるんで、まあ、そういう効果にも役立ってます。コンペとかも他の、まあ、卒業して他の会社に行った人たちと一緒に協業で出したりもしますし、あと、まあ、今こういうの考えてるんだけど、こういうものってできるのかなっていう、まあ、工場を紹介してもらったりだとか、結構卒業してからも、まあ、相談したり連絡取り合うことが多いのかなって思ってます。結構悩みが大体一緒なんで、みんな社会人になってからこう振り返ると、これやっとけばよかったなみたいなのってある？
生の時には気づかなかったけど、これやっとけばよかったなとか。一周回って勉強しとけばよかったあのデザイン以外の勉強ってすごい大事だなと思いましたね。あの歴史とか、まあ、あと英語とか語学系とか、その大学にいると忘れがちなんですよ。デザインの勉強だけやってりゃいいってすごい思っちゃうんですけど、もっと広い、ちゃんといろんなことを学ぶべきだったなってすごい思いますね。まあ、そこはね、逆に言えば4年生大学の強みではあるよね。そうですね。僕の場合はまあまたざっくりになっちゃうんですけど、全体のやっぱ今までの在学中は結構座学やっぱ勉強を整えて苦手だったんですけど、うん、今思うとあの時のそのちょっと授業になったプリントが欲しいなとか、とりあえず全部プリントは取っておけばというのは思うのと、聞いたはずだけど、そうなんですよ、あそこなんて言ったっけなみたいなところと、あと、ま、レンダリングっていうスケッチのところと、あと製図ですね。結構その座学のところ、大学中はやっぱ物とか作ってる時は面白いんですけど、その基本的な知識の座学のところをちょっとおろそかにしがちだったの、自分は。卒業してやっぱ社会に出てみると、ああこのスキルちょっと必要だったのにもったいないことしたなみたいな、特にそうですね、その辺は真面目にやってたところだったなっていう。まあなかなかね、こう在学中はそう、楽しい方に流れるから気づきづらい。そうなんですよね。なんか物作ってるのが目的だし手段だしみたいな、ね、でそれがそれだけやってりゃいいんだみたいな思い込んじゃうと、やっぱ社会出ると学のなさが露呈するっていうか。まあじゃあその辺はこう今いる大学生や高校生には言っておきたいってところですかね。やっぱりその勉強できて越したことはないんで、うんうん、まあいろんなことを興味持ってやった方がいいなと思いますね。今日はね、忙しいところどうもありがとうございました。ありがとうございました。